9日ぶりの陸地でございます。やっぱり海は綺麗ですね。新しそうな雰囲気を出してるけど、わからない。来ました。めっちゃうまそう。このマークなんだっけ。あれだよね、あれと同じマーク。なんだろう。おお、おいしい。結構濃厚で、ちゃんと海外の麺にしてはしっかりと濃厚な。こちらは細麺細麺でございます、ね、私が頼んだのはなんだ、ラムと馬です。マラーラム、あ、マレ、マレマラ、マラ、マララーメン。うん、羊の肉じゃない、マラ。マラっていう動物いるよね。マラとビーフのラーメンです。うん、辛さ3倍って書いてあったけど、そんなにまあ辛くないですね。じゃあこちら、はい、特選味鮮ラーメン。はい、豚骨ベースでちょっとしょっぱい感じだけど美味しそう。こういうところ美味しいですよ。麺はなんかちょっと卵麺っぽい感じの色してるよね。いただきます。うん、おいしい。豚骨、豚骨美味しいね。美味しいです。キリスト教の人だね。そしてサファリものすごいよ。中には入れませんでしたが、結構豪華な教会。そう、これがこれがコーナー。逆か。チョコレートハウス。なるほど。瓦の感じがチョコレートっぽいってことか。違う違う違う。これはスペインガーデン。これがスペイン領だった時の残り。初めて。はい。
誕生日。朝起きたらハッピーバースデーの、これがありまして、やばいな。ゲストさんでしょ。おめでとうございます。ありがとうございます。ゆみちゃんも拾ってみます。裁判で不思議な建物を発見。下の方はイルカっぽいですね。その直後、不思議なファラオ発見。いや、確かに綺麗ですね。イエス。わー、冷た。とても綺麗な海でございますね。だいぶ暖かくなってきましたね。あ、俺の靴。どうした？早くないで戻ってくんの？慣れ。座り込んでしまいましたね。どうぞ行ってください。まずは最初にシュノーケリングをしてます。結構観光客多いから魚がいないかと思いきや、意外といっぱい、いっぱいではないけど意外といますね。痛いよ。これ何、メガネをインしてんの？そう、コンタクト忘れちゃったからメガネをこの中に入れて。そうするとね、やっぱり多分ちょっとよく見える。ちゃんとよく見えるけど眉間が痛くない。
こっちもでした。すごい数の巣がいます。楽しみですね。おお、もう始まるんだ。船に乗ってる時も遠くから見えました。こちらの大きな建物、すごい金ピカです。こちら動物イルカがメインなのかな。久々の韓国料理やってきました。チヂミ、そしてクッパ。何が入ってますか？玉ねぎ、キムチ、キムチ、うん、すごい。部屋に戻ってきました。そしてこちらハッピーバースデーのイエーイカードがあります。中には何でしょう。おお、すごいハッピーバースデーカードが入っております。キャプテンからサイン付きのハッピーバースデーカードと、おめでとうございます。じゃじゃん、ケーキです。ありがとうございます。パチ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 。Thank you.